ということでですね、3つ目の相談をお願いします。コロナが流行ったことでバイトのシフトが削られてしまったり、インターンとかはウェブになったので急に説明会が入ったりとかで、急に説明会明日やりますみたいな。そうなんです、結構情報出るのが直前だったことが多くて、シフトをどう出そうかとか、アルバイトと就活のなんか比率とかもすごい難しい悩みです。アルバイト何やってるんですか？で、今聞くところによると、そのバイトを出さなきゃいけないのと急に説明会が入ったりするっていうことですね。あ、そうですね。なので急に代わりを探したりとかも何回もしましたし。それって生なんですか、そのオンラインセミナー？生のことが多いです。アーカイブとかないんですか？アーカイブの時はアーカイブで見れるんですけど、生も結構多いです。多いの？なんで時代アップないんですか？バイトってやっぱ2週間ごととかにシフト出さなきゃいけないってことですね。毎朝は1ヶ月ごとに。あ、1ヶ月みたいな感じなんですけど、そもそも1箇所にしたら、はい、正直言うとパン屋さんはずっと就活を言い訳とかにしてしまってお休みいただいてたんですけど。入るのはどっちがいいの？朝入ってるので、朝だとまだ昼間が有効に使えるので、はい、ちょっと不安要素なく入れるんですけど。それこそ朝7時ぐらいからその5時間とか。そうですね、6時にしてみたいなやってました。でも去年からやってたので。じゃあ朝やるっていうのを週に 1,2 回やればいいんじゃないですか？はい、そしたら健康的なんで。はい、ありがとうございます。周りの友達とかってどうですか？友人は一人はなんかもうお店自体が閉じちゃって今アルバイトしてないっていう子もいますし、シフトを一切入れずにっていう子もいたり。でもみんな共通の悩みですね。バイトどうしてるって結構話題になります。なるほど。バイトでもさ、いやしなくていいんじゃない、結論から言うと。そんなお金に困ってなければやらなくていいんですけど。一切だって毎月5万円くらいですか？いらんなくないですか？5万円ですね。でかいんすよ。マジででかいんすよ。僕セブンイレブンで850円でバイトしてたんだけど、もう5万円の800円稼ぐことの大変さよね。だけど大変な思いしてやるぐらいだったら親に言えばよくないですか？こんな大変な思いだから就活に集中したいから月5万円ちょっと助けてくれ、その分5年後に返すかとか言えばいいんじゃない？だから必ず返すかって言えばいいじゃん。5万くれないパターンもあるんですよ。だけどそれは自分のプレゼン能力が低いんじゃない？だから集中したいんだっていう思いをさ言えば、半年間でしょ、だって。そうですね、6ヶ月間で30万でしょ。必ず返すから30万貸してくださいってプレゼンすれば、なぜなら、はい、今こういう大変な状況でこれはこういう不安な要素もあって、だけどこれこれ集中したいからバイトを削ってこれとこれとに時間を使いたいっていうプレゼンをすればいいだけじゃない。家計によります。まあよるけどね。はい、僕の家はめっちゃ貧乏なんですよね。だから多分出ないんですよね。だからめっちゃ早朝と夜とかをこまめにバイトするとか。それがさ、まあ、なんか搾取されるのもおかしくない、変な時間の使い方して、結果的に就活がうまくいかなくて後悔して、その後悔ってもう30万じゃ買えないわけじゃん。だからその30万円をケチることによる損失のプレゼンをすればいいじゃない。なるほどなるほど。将来なりたい像なんて答えてるんですか？なんか本当それが唐突に答えられなくて。今聞かれたのなんて答えますか？でもなんか私人間的に多分専業主婦とかは無理なので、まあ働きつつでも家庭を築きたいっていう思いもあるので、将来的にあの本当温かい家庭に入りたい。素敵。水色と。できたらその職も、だから一生できる職見つけたらいいのかなって思ったりしております。なんかその産休育休的な有名な会社とかってないんですか？インスタグラムで見たのはなんか1位が旭化成でした。それ本当に合ってるでもやっぱ女性が多い会社はもっとあるよ。オムロンいいらしいっすよ。オムロン聞くね、確かに。平均勤務年数 18.6 年らしくてすごいよね。やっぱ平均その年数とかもやっぱ見た方がいいんですか？いやまあ人によるからあれなんだけど、でもねやっぱ結論テレビ東京ビジネスオンデマンド見た方がよくて、オムロンとかまさにテレ東でやってたし、なんかやっぱり女性のことを支援する企業ってテレ東の番組でめちゃめちゃ取り上げてるので、カンプリ野球伝を見まくった方がいいと思う。マジでおすすめです。月500円で見る。そう、月500円でしかも2倍速ができるんですよね。強い。そこでやっぱり女性の活躍を支援する企業って日本にたくさんあるので、やっぱそういう会社ってやっぱり業績も好調だし、ホワイトだし、給料もコストもいいしっていうんで、そこで探すの超おすすめだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。WBS マジでおすすめです。WBS っていうテレ東オンデマンドの中にある番組なんですけど、平日5日やってるので毎朝見るっていうルーティンにしたらめちゃくちゃ就活において無双できる気がします。見てる学生いないんでほとんど。それ知らなかった。まあニュースですね。だから僕はもう5年見てます。見ます。ありがとうございます。カンプリ野球伝で企業探しいいと思う。いいと思う。オムロンとかサイボーズとかいろんな企業があるので、はい。ということで就活に関する相談を本日たくさんしていただいたと思うんですが、今日の感想をいただいてもいいですか？はい、まだ自
自分のことがちゃんと分かってないなって感じて、まずは自己分析とかそういう基礎的なことをもう一度改めてやり直したいなと感じました。すごいカンブリア宮殿とかいい情報とかもいただけて、なんか学ぶことが多くてありがとうございました。ありがとうございます。自己分析っていうと、なんか一人で思っても何の意味もないので、はい、なんか尊敬する友達とか今すぐ頭に行くよくて尊敬する友達ちょっと30分時間かけてって模擬面接をそこでしちゃうっていう、ね、で模擬面接しながら深掘っていくといいと思うので、一人でやってもこいつは悪いので友達と捕まえてお願いしてでやるのが一番いいと思います。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。 OK です。じゃあなじゃあなキュンです。キュンです。一番似合わん人やん。